どうも生涯収支マイナス1億円軍です。本当です。えー、明日ですね、あの、形成杯開催されるということで、えー、ちょっと本気の競馬予想していきたいと思います。はーい。まあ、僕はあの、本気で予想するんですけども、いかんせん僕は、生涯収支マイナス1億円軍なんで、来ません。 ま正しくは、僕が買わんかったら来るし、買ったら来ません。なんですけども、えー、まあ予想は本気でしたいということで、ええー、形成杯の予想をしたいと思います。はい。ええー、形成杯、本命は、 14番、ホプレミア、ペー。14番、ホープレミアです。はい。あの、うん。ま、3歳馬限定の G3 ということで、えー、で、コースですね、中山2000、あのー、3歳ボバクラシックのサツキショーと同条件のレースなんですけども、あのね、このレースを連帯した馬で、過去10年、サツキショーで連帯した馬、いないんですよ。 まあ副賞圏内でも2018年のジェネラーレ・ウーの1頭のみとですね、やはりあの、トライアルレースと比べるとちょっと小粒感が否めないんですよね。えー、まあそん中でも今回、久しぶりにこのレースからクラシック候補になりそうな馬、えー、いたので、本命にしました。はい。まあ、この4号プレミアですね、キャリア2000で、まあ、経験値こそ少ないんですけども、2000とも結構決め手のある競馬をしていると。 はい。で、特にあの、追い出され追い出されてからの、えー、推進力は高い能力を感じます。えー、二戦目ではですね、あの、おにゃんコポンに負けてはいるんですけども、あの、出遅れから道中まくり上げて、まあ、少しちぐはぐな、えー、競馬になってしまった中で、最後は完全に追い詰めての二着。で、一方逆におにゃんコポンは、あの、バランテからのスローペースで折り合いもついて、ほぼ完璧なレースをしてたと。で、負けはしたが、 内容はかなり強かったと思うんですよね。えー、ただですね、あの、今回不安なデータも結構あって、うん、あの、方々プレミアですね、あ中山コースの経験ないんですよ。ああ。で、方々プレミアの兄弟も、まあ、半径半死ではあるんですけど、35戦して、芝の中山経験ゼロ。で、母ちゃん馬のアドマイアテンバのフェアリーステークスのみで、うん、中山適性はほとんど分からないんですよね。 はい。とか、あの、あと、このレースの、あの、オレンジ枠の成績がもう絶望的に悪くて、えー、あの、過去10年でですね、00-020。一度も化けになってないんですよ。のくせに、大外のピン枠、うん、の成績は悪くないので、ほんまに呪われてると思いますね。オレンジ。うん、で、なんかね、まあ、僕最近はこう、デメリットのデータ、 が出ると、結構本命を変えてたんですよ。で、本命変えて外してるとかもあったんで、ね。ちょっと今回馬の能力信じて変えずに行こうと思います。はい。変えずに行きます。こいつで行きます。展開なんですけども、えー、内枠の1番、西の胸を打つと、あと前奏逃げて結果出した7番の耐性、えー、ディバインが鼻を取りに行きます。えー、で、スタート決まれば、4番、 ベールランス、12番、サンストックトンも前につけると思うと。えー、で最初のコーナーまでは約400メートルとも長くてですね、えー、各場落ち着いてポジション取りができるので、あ早めに隊列決まってこうスローペースになると、えー、そう予想します。はい で、方々ーープレミアは、あの、外枠から1スタート決めて、5番手、6番手あたりで折り合いをつけてほしいですね。えー、3コーナーあたりから、あの、後方にいる馬が徐々に仕掛けてきてですね、えー、4コーナーに入るところではかなり団子状態になるんじゃないかと。はい。で、そのまま集団で直線に入って、内から早めに仕掛けた4番、ベルナンス、えー、5番、アライバル、12番、サンストックトンがまず抜け出すと。ね。で、その外から、 11番、テンダースで。14番、鳳凰プレミアが追撃にかかって、えー、最後は節制になると思いますが、しっかり差し切ってほしいなと、えー。そういう予想でございます。馬ターン軸14。軸というか1着14ですね。はい。で、2着が、4、5、10、11、12、15の6点でいきたいと思います。うん、まあ、過去10年でね、10番人気以下バケになってないんで、 うん、データ的にはそんなあれないと思うんですよ。だから、埋まったんで、これでいきます。はい。まあ、あの、ここまではですね、あの、まあ、の競馬の予想なんですけども、はい。こっからは、あの、僕が馬券を買うかどうかの予想になるんですが、えっとですね、週明けの火曜日に、えっとね、イベントやります。はい。イベントやるんですよ。で、 それでなんかなんか順位つけるんですけどその最下位になったら140万払わなあかんっていう、うん、イベントがあってですね僕の友達が。うん、であの今もう、ね、な,ないです金は、はいと。とにかくま,まず足りてません140万もね、はい、当たり前なんですけど。うんだから どうしよっかなーっていう、いうん、でも,も、こんなところで競馬してる場合じゃないというか、正直、はっきり言うて、GI でもないし、うん、まあ、金かき集めなあかんなあいって、えー、やってるんですけど、うん、ちょっと今回、様子違いますね、いつもと。はで、新年早々ぼ、ぼ高校に行かれてるんで、もう結構、立て続けたじゃないですか、週1ではなく、すごいペースでこうあったじゃないですか、うん、金杯から、ね。 月曜競馬まで、えー。だからまあちょっと落ち着いてもいいんかなっていう久しぶりに弱気の発言ええー、車コメント的にはうんあのハイフンですねはい旧車コメント的には僕のあのだどんな弱気でも三角とか記号つくと思うんですけど旧車のいき勢いみたいなハイフンですノー印です、えー なんですけども、あのー、まあ、皆さん、形成杯、楽しんでください。